1、2、3、4、5、6、7、8、9、この辺から、じゃあ鉄の矢打って怒らしてからで出て、あ、こっち来てるな。しょうがないんで下行くか。1マス多い。そうやねん。で、あいつは絶対にあっち行くんで、あっち行かしてから、よし、戻りましょう。で、これでスタートしようか。欲しいものは、強戦士の、と天守来そうで怖いな。天守来そうで怖いんよ。500巻を、中に読むって思ってなかったっけ。あ、ギターンか。ギターンに読んでみて、祝福来い、おはらい。見切り、これでやっていくんや。これでやっていくんや、僕は。よし、じゃあ見切り装備で頑張ります。じゃあ行こっか。じゃあ行こっか。誰もおらんかったらいいけどな。じゃあ始めまーす。さあ行きます。よいしょ。さて、さて、おろ、入るべきやな、これはもう。どうしたらいいんやろ、これ。これ、むずない?これ、どうしたらいいんやろ、これ。いや、強戦士では、ちょっと、これは、位置的に難しいぞ。青じその位置が悪いね。下から来てるんやったらよかったんけど。あいつが上にいるっていうのがまずいよな。一回ちょっと放流するか。いやー、でもこれ大丈夫かな。カラシが来た。待てよ。今だ強戦士。いや、ちょっと待てよ。むず、今はおじそくんを強戦士にしても、ハラシくんを倒しに行ってくれるとは限らないんですよ。だから2回ぐらいちょっと素振りしてみて様子見るか。匂いを出したままにしといて、いや、出してない方がいいんか。青じそくんはどっか行ってくれた方がいいわ。で、だから、一歩進むことで匂いが消えるから、青じそくんどっか行ったでしょ?で、ここでカラシくんが、ちょうどいい軸に来るんで、まずそれを強戦士で、当たってや。ほら!よし!で、カラシくん、おぉ、怖い!で、神聖カラシになるでしょ?で、あいつがどこ行くかやんな。お前はなんで、お前はほんまに、お前はほんまに、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 どっか行ってこい。これさ、これさ、これ大丈夫なのかい?これ僕入ってさ、入って襲ってこん?これ。襲ってこん?カラシっていうのかな。あのカラシさ、この通路目指すんかな、まだ。
近いマスにいる方狙うから危ない。そうやね。だから桃投げて、桃投げてちょっと元気にして、どっかちゃう通路目指してほしい大作戦せえへん？桃で元気にするやろ。ほら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 、違う通路目指した、違う通路目指した。あいつは下の方目指したからいいんやけど、今度赤いの来たから、違うやん。どこ目指してんねんお前は。じゃあ赤いのに処分してもらおうか。赤いのに処分してもらおうか。どこ目指してんねんお前は。もう赤いのに処分してもらおう。ほら、よし、これで処分してもらって、あーまた来た。どうすんねんこんなん。ちょもう一回勝負してくれ。もう一回、そうやそうや。でちょもうドドンドドンではないんよ。もうちょもう進めへん。カラシも来た。よいしょ、よし。カラシ君がどっか行ったタイミングぐらいで、これさ、青じそ君、これどう来るやろ。これこっち来るかな。近い方に来るわけでしょ。下に、せめて下に進んでほしいね一歩。そう。じゃあこの状態でちょっと左行ってみようか。なんかこっち来る。で、ただこいつはね、バリクソ強い状態なんで、だから、こうして入って、で、僕が左上に動いたら、僕よりもカラシを狙うはずやねん。そうなったらこいつワンパンでカラシを倒してくれると思うから、うらっ！ほら、どうですか皆さん、これでしょ。これ強戦士泥棒、新しいの出たよ。強戦士泥棒からし、紅生姜育成タイプでしたねこれ。なんとかなったよこれ。なんとかなったよ。あぶねー、こいつのおかげか。こいつ完璧で究極の天使が味方になりましたね。これは勝ちでしょう。うー、素晴らしい強戦士泥棒、これ面白かったね、新しかったね。よっしゃ、頑張ろうか。成長した便に使うのうまい。うまかったね。あいつが下に行ったターンで入れたのがよかったね。あいつが上に行っとったら、ターンも足りてなかったからね。